どうも、しゅんです。こんにちは。うずずの岡本です。こんにちは。あと、もこちゃんです。よろしくお願いします。今回はグループディスカッションの動画なんですけども、自分の強みとか、グループディスカッションの役割をどのように発揮すればいいのかっていうところを、この動画で分かるようにできたらなと思っております。実際の就活生4名に本日は来ていただきました。津田塾大学3年生の小倉瑞希です。東洋大学3年の矢野智和です。上智大学3年生の藤田康介です。日本女子大学3年の広中ゆりと申します。皆さん、実際にグルディスやったことはありますか？今日はですね、15分間時間制限であるテーマについて皆さんにお話しいただいて、一つの結論を出していただこうかなと思っております。面接官は岡本さんで、最終的にどの人がどう良かったのかとか、フィードバックをいただけたらなと思っております。その前になんですけども、グループディスカッションってそもそも何の目的であるのかについてお話しいただいてもよろしいでしょうか？グループディスカッションの目的は大きく2つありまして、2つとも共通している部分は、普通の1対1の面接ではカバーできない欠点を補うということを目的としています。1つ目は何かっていうと、一気に大量の面接を進めることができるので、時間あたりの効率が上がるというところで、よく就活の序盤とかでグループディスカッションが使われることが多かったりします。2つ目、1対1の面接では協力をし合うのがどういうふうにできるのとか、チームでどんなパフォーマンスを上げるのみたいなことが見れなかったりするので、グループディスカッションを通じて判断していくという効率性と協調性を見る、この2つを判断するためにグループディスカッションというのは行われていたりします。ということですね、今回のグループディスカッションは特にルールとか役割分担とかは指定はないので、皆さんで用意した後でしていただけたらなと思います。ということで、岡本さん、グループディスカッションのテーマをお願いします。今日のテーマは、オリンピックで4個目のメダルがあるとしたら何色でしょうか。このお題でお願いします。よーい、スタート。お願いします。お願いします。じゃあ簡単に一回自己紹介というか、お名前だけ確認させてもらってもいいですか？はい、はい、自分は、矢野智和という意味で矢野でお願いします。はい、先生は右からいいですか？はい、小倉と申します。はい、どうぞ。藤田ですね。お願いします。広中です。お願いします。ちょっとこのお題結構難しいと思うんで、なんか一回そのオリンピックに何色があるかって、僕アホなんで聞いてもいいですか？一回その前にまずその時間、どうやって使っていけたらいいかなっていうのを考えていただいて、今の、お題の確認をまず最初に1分、で他、今ある現状把握みたいなのを、2分くらいで、皆さんで、色とか考えていくのも1分とか5分とか設けていこうかなと思っていて、で残り余った時間は、発表するため の、 確認であったりとか、まとめとか言っていけたらいいなと思ってます。それで大丈夫そうですか？はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。私、初期やっていいですか？はい、お願いします。最初はあれでしたっけ、1分ぐらいで、私2分くらいで、2分くらいで、現状です。はい、とりあえずあれですよね、今あるのは金、銀、銅。そうですね、すみません、わかんないと思ってごめんなさい、ごめんなさい。難しいですね。なんか、どうしますか？まず、なんで今この3つになっているのかっていうのを考えるべきですかね。そうですね、確かに。どういう基準で、この金、銀、銅というあれなのかなってちょっと気になるんですけど、知ってる方いらっしゃいますか？私の中では色と素材なのかなと思っていて、なんか金の方がなんか素材的にもなんか高級なイメージがあって、銀はまあそれに次ぐなんか価値なのかなと思っていて、で銅はさらにその下みたいな感じなのかなと思って。どう思いますか？素材、私も最初素材で考えてて、だからなんかメタルとかなんかそういう鉱物系かなとか。はいはいはい、それってなんか繋ぎやすいですよね。しかしなんかあれですよね、1位とか2位っていうそういう名誉なところに、一般的にその希少とされているような素材を使うことによって、こうなんか華やかな感じにしてるっていう感じかなっていうふうに思いますね。そう考えるとあれなんですね、ダイヤモンドっぽいっていうか、そういうあれに入ってくるんですかね。なるほどですね。確かに確かに。金と銀と銅の後に次の鉱物系、鉱物系。でも数字で 1,2,3 というんですか、なんか4ってちょっと微妙って言ったら失礼だけど、なんか 1,2,3 ってこう切りがいいというか、それもあるかなと思って、
そうですね、うん、だから読んでないのかなみたいな。あ確かに読んでない理由みたいな、うんキリが悪いからなんか悪くないですか。ちょっと悪いかも。まあ、でも4個目あるとしたらっていうのを考えなきゃいけないから。そうですね。なんかさっき矢野さんがダイヤモンドを読んでたじゃないですか、うん、で、まあ、例えばダイヤモンドをその4位にするとして、それなんか銅よりもちょっと希少っぽいってあんまりなんかふさわしくないっていうふうに考えたらですか、っていうふうに考えると、うん、銅よりも希少性が低い素材っていうのを考えると、うん、なんか考えやすいのかなと思いましたね。なんか今あるコインとか小銭とかで考えやすいのかなと思ってて、はい、今10円玉の下って多分アルミニウムとかそういう結果なんですとか、そういう結果なんと思ってて、今アイデアまとめに入ろうかなと思ってます、うんうんうん、はい。いやでもそれめちゃくちゃいいと思う。いいですね、それ。でもアルミって色がちょっと難しい。あれ何が難しい。確か素材と色を考えなきゃいけないのか。なんか差別化できないというかあれですよね。うん、確かにそうですね。今銀色じゃない。なんか上手い感じに色違いますので。そうそうそう。色も結構あるかな。いいと思うので、ね、被らない色。何色ですもんね。うん、確かに確かに。そうなの、ね。でもお金寄りの思考になっちゃうと、うん、全然色がそれとつなぎやすいけど、どうします、一回なんか素材をこうブレストするっていうのはどうですか。いいと思う。そうですね、うん、素材だからアルミとか、うん、あ、いいですね、どんどん出していきましょう。さっき出たダイヤモンド、あと鉄、あ、鉄、なんだ、製造とか、製造、製造、うん、あ、いい、色、はい、差別化できる、はい、あ、いいと思う。色から考えるのもいいかもしれない。あ、確かに、うん、いや確かにそうですね。それなんか素材で考えちゃってましたもんね。砂鉄みたいな、はいはいはい、赤い。あ、確かに砂鉄いいんじゃない。赤っぽいのもあるかなみたいな。あ、いいですね。いいと思う、確かに。でもこのぐらいでいいんじゃないですか。確かに。他に何か。あとは白とかも意外とちょっとあれですね。銀と被っちゃうかもしれないですけど、白。アルミ白かなって。確かに。白とかあるんだ。でも日本人ならアルミじゃなくて。うん、白、赤、で素材は、うん、アルミと鉄と製造、うん、そうですね、うん、他に、なかったら色の方で考えていく、うん、でも、赤、白、青、緑とか、あ、うん、緑は俺らのその色って金と銀と銅ってなんで金が1位で銀が2位で銅が3位なのかみたいな考えていくと、うん、考えやすいかな。うん、今色をニュートラルしちゃってるから、あ、そうだよね、物語的に考えてるから、なんか色の意味合いみたいな考えてるかもしれない。難しい。自分で。なんかでもそれで言ったらやっぱり希少性に、うん、あの落ち着いちゃうかなって思いますね。価値みたいなところ。銅みたいな色よりちょっと価値が低そうで、うん、っていうところで色を決めていって、その後素材考えて、あ、なんかそれで言ったら灰色とかどうですか、鉄とかの灰色ってなんか銅とかよりもちょっとしょぼそうな感じがしつつ、うん、っていうのでなんか割と、うん、なるほど、結構色を出てきたんで、はい、絞る時間とか大丈夫ですか。そうですね、確かに色を絞っていく上に考えるのは、さっき言ってくれた希少性みたいなのかなと思ってて、はい、うん、軸を決めますから。そうね、希少性と銅って何、茶色、銅は、なんか 赤っぽいような、10円側の色とか、あ、うん、確かに、赤とか、そしたら赤かぶりそうだから、あ、確かに、ね、そうですね、あるよ、うん、緑と青のメダルもらったら、あんま嬉しくないから特別評価がありますね、こうなんか、あの、関連性がないというか、ね、そうだね、ちょっと関東省みたいな感じになっちゃう。関東省。確かに。ちょっと1回選んでるわ、うんうん。その立場的に、うん、そのスポーツ選手とかがもらって嬉しい色みたいなのを考えていくといいかもしれない。うん、確かに、うん。あとあれですね、関連性ですよね。金銀銅ってきて、うん、緑いっちゃうのかみたいな、ね、そういうところで。金と銀キラキラしてて、銅は逆に光沢ないから、はい、なんか光沢あるないで4位考えてもいいかもしれない。あ、うん、あるあるないないで来るのもいいし。そうするとやっぱアルミが結構きちゃう。そう、ああ、うん、なんかトンマラって言ったらあれですけど、うん、確かになんかその色の落ち着き具合というか、うん、そういうので考えたらその今小倉さんが言ってくれた、うん、あのアルミとかの方がいいかなって僕も思ってます、うんうんうん、アルミ色は灰色とアルミみたいな感じか、うん、
かな、はい、イメージ的にはですか、一円玉みたいなイメージですか、もうちょっと光沢がない感じですか、ね、銀よりちょっとそうですね、ちょっとそもそもね、そもそも出してしたいですよね、アルミで、じゃあまず、そうですね、ここで次、あれ時間何のあれで採用したか、次は、アイデアをまとめていきたいのと、うん、それが大体4分ぐらい、うん、で、残りの2分で発表者のための時間を設けられたらいいなと思ってます、うん、一回練習してみて、なんか足りていないところをみんなで補填しようみたいな、そうですね、いい感じ、そうしましょう、うん、じゃあこれあれですかね、次まとめるっつったら、なんでそのアルミ、廃油もアルミになったのかっていう、今の理由をまとめた方がいいっていう感じですか、そうですね、まずアルミにした理由は、光沢がないとか、まず素材から、そうですね、素材から考えて、日本がアルミにしたのは色が先だったから考えたの、そう、灰色がいいからアルミになっちゃったみたいな感じだった、そう、そうか、灰色って考えた時に、うん、で今出てきた項目でいうと素材と色と、うん、そうですね、素材と色、あとありました、順番が色の素材とか価値かなど、あ、希少性、希少性、希少性と、あと金と銀の光沢あったから、うん、じゃあどうぞその次は光沢をないチラシにしようということと、うん、あと選手たちがもらって欲しい色、うん、それで消去法で色を決めたから、はい、あと現実的な問題だけど、うん、なんかメダルだからこう加工とかするじゃないですか、はい、スミングでもやっぱこういう加工しやすいのかな、だからコインで考えたら結構良かったかな、そうだね、それも説得力があるかもしれない、ね、あと加工のしやすさみたいな、そうですね、うん、これで、そうですよね、確かに、緑とかあったらどうやってそれを作るんだろう、そうだよね、確かに完全にもらって嬉しくないわけ何で染めるんだって言いましょう、ね、これなんてしかも染めてないもんね、そうですね、素材の色ですね、うん、加工してます、そうですね、あとは、で、色は今こうやって染めたりして、で、素材は加工のしやすさ、そうですね、うん、でも色と素材で分けて話せばいいかもしれないね、うん、なるほど、すごい、もう認識的なやつ聞けるじゃないですかその方が理解してくれるで、あと1分半で、じゃあ1回まとめますか、出たのに、そうですね、方がいいですよ、素材と色で1回分かれるんですよ、そうそう、うん、で色は光沢ないとか、あ、光沢ないは素材だね、そう、もらってほしい色、選手側の立場が色だね、選手、うん、あと素材は希少性と加工のしやすさ、はい、うん、加工のしやすさは最後後付けみたいな感じですよね、そうだね、それも大事、まあ大事だねこれで確かに、じゃあどこから考えていったかも一言欲しいね、なんで色と素材を考えたんだろうってところが必要かな、あ、それ確かにめちゃくちゃ必要かもしれない、ね、ね、もう今あるその金銅から考えました、そう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 、なんで今その3つになっているのかっていうのを考えていたりとか、うんうん、そういう感じですもんね、そうだね、確かに、で考えつかったのが、鉱物系とか共通しているのが鉱物、うん、で、あとは1、2、3に次に来てほしい色みたいな、うん、いや練習する、そうですね、うん、これでも誰が発表するとかどうします、まあ、どうします、矢野さんかやります、いきます、あ、じゃあ教えてくれこんな、あの、分かったっすか、分かりやすいのを見てくれる、そこでなんか書いてくれたものと、うん、アイディアをなんか出していけたらいいかな、そうです、あ、じゃあ分かりました、じゃあこの理由に対して僕が肉付けするっていう感じ、はい、で大丈夫ですか、うん、はい、分かりました、練習してみよう、はい、始めて、はい、じゃあどうしよう、誰に向けて言おうかなじゃあ、僕たちが、考えた色としては灰色です、うん、で灰色にした理由としてはまず最初に金、銀、銅というところから共通項として何があるかなというふうに考えたときに、まあ、素材であったり色という項目が自分たちの中で思いついたのでそれについて深掘りました、で素材については、項目として3つあります、それが1つとしては、光沢で、もう1つが、希少性、そして最後は加工のしやすさというところが理由になってくるかなというふうに思っています、で色としては、選手が喜んでくれる色ということなんですけど、ちょっと灰色もしかしたら喜んでくれないですかね、まあまあまあ、あ、でも結論を先に言ってるから大丈夫です、
で、まあ、いよいよ最悪そんなに喜ばなくても大丈夫なんで確かに、喜んでいけない。確かに、だったら多分、素材から考えていくときに、アルミニウム、金、銀、銅はそれぞれ色の加工なしに、そのままの素材使ってます。で、そう、で、アルミニウムは、まあ、こういうふうに考えるときに、十円玉の下の色、うん、そう。で、はい、15円です。X君データで結論を発表してください。はい、よろしくお願いします。発表者の矢野です。僕たちはまず金銀銅というもともとあるメダルから共通項を探して考えました。共通項としては2つありまして、素材と色というところについて僕たちは注力して考えました。素材の中でも3つ項目ありまして、光沢、希少性、加工のしやすさというところと、もう一つ最後に色で言うと選手が喜んでくれる色というところで灰色という色を決定しました。以上です。ありがとうございます。お疲れ様です。フィードバック、岡本さんからお願いしてもよろしいでしょうか。まず全体のフィードバックからいこうかなと思うんですけど、グループディスカッションでお見送りになる一番多いケースはクラッシャーパターンです。話しているのにそれ違うと思うよみたいな面で自分の意見を押し通そうとしてグイグイ過ぎちゃうみたいな、そういう人はいないで、みんなで連携して結論に向かって進んでいこうというふうなスタンスがあったのはまずすごく良かったっていう点と、グループディスカッションの重要なポイントである今回の話すごく抽象的で答えがない内容だと思うので、定義づけをするっていうのがすごく重要になる中で、その定義づけも一番最初にやっていこうよっていうふうに話してスタートすることができていたので、議論がいろんな方向性に飛ばずに定義づけしたところでねっていうものをベースとして進められていたっていうのは非常に良かったなというふうに思います。逆にチームとしてよりよくできたかなみたいな部分で言うと、最初に決めた定義はしてたんですけれども、結構浅い部分はあったなっていうふうに思います。決めたのは希少性と素材みたいなところだったんですけど、結論希少性と素材って多分一致していて、どの素材かっていうので希少性が変わるっていう、言うなれば希少性が高い順番に並べればいいまでの定義付けしかできなかったんですね。なのでその後の議論に移っていった時に結構話がブレたというか、後付けで喜ぶ色がいいよっていうのになったりだとかでも喜ぶ色っていう部分で言うと、これって主観がすごく混じるものであって、絶対的に地球に存在している希少性という客観的に正しいものとは全然反対の意見が入ってきたんですよ、っていう中でこれを壊さないで修正できる人はいなかったっていうのは、全体としてちょっと邪魔つけるような言い方なんですけれども、誰もそこに名乗り上げる人っていうのはいなかったっていうところがちょっともったいなかったなっていうふうに思います。 MVP 聞いてもいいですか。フラットに6個ぐらいでした。突き抜けてるなっていう人がいなかったんですね。みんな協調性があって軸からずれたっていう瞬間とかが何箇所かあったんですけど、全部流して進んでいったっていう風な感じで、この人だっていう人はまずいなかった。逆に言うとですね、すごい悪かった人も全然いなくてですね、矢野さんで言うと最初にリードしてくれてスタートダッシュを切ってくれたので、やっぱりすごい良かったです。途中からオリジナルな意見が出なくなったんですよ。でも発言量を増やさなきゃと思って頑張ってその意見いいと思いますっていう合わせ打ちをしてくれていたんですね。という意味ではその時間はチームへの貢献性はそこまで大きくはなかったとは思うんですけれども、最後のまとめを任された時ってちゃんと準備できない中で最後の発表したと思うんですけど、そこはすごく上手に発表してくれていて、その意味ではチームに貢献してくれていたので、途中の時間の自分の意見がそこまで多くて出せなかったっていうところはカバーしていたかなっていうふうに思いました。皆さんは初期を名乗り出てくれたじゃないですか。初期はですね、結構落とし穴ポジションなんですよ。初期とファシリテーターが落とし穴ポジションで、オリジナルな意見を出す立場ではなくて、書いてまとめていればいいっていうふうになると、チームの貢献性がすごく低くなってしまうんですね。っていう意味では結構リスクがある。ポジションではあったんですけれども、オリジナルの意見も出してましたし、すごく良かったなと思ったのが、廣中さんはタイムキーパーをやってくれていましたが、結構意見も出してくれていてリードしてくれたっていう風なところもあって、こういう風なのがいいんじゃないかっていうのを熱中して進めているタイミングで一発目の時間、それともそろそろこうじゃないっけみたいな時間の思い出させるような一言を入れてあげて、でそこからタイムキーパーっていうところを持ち直してやってくれたっていう瞬間とかがあったんですけど、全体を見ながら意見を出すというのもやりつつも、全体の進行が滞りなく勢いにっていうふうな気遣いをしてくれてるんだなっていうのが伝わってきたのはすごい良かったなというふうに
思いました。寺中さんは良かった部分で言うと、まずタイムキーパーっていうところでしっかり役割を果たしてくれていて、タイムキーパーって結構美味しいポジションだなっていうふうに思っていて、自分で表にガンガン出るわけでもなく、次これやっていきましょう、これやっていきましょうっていうふうなまとめができるん で、そういうポジションで役割をしっかりしてくれていたというところでチームに貢献していたなっていうところと、あと自分の意見っていうところでこういうのがいいんじゃないかっていうふうなアイデアをどんどん出すことができていたっていうところは、すごく良かった部分かなと思います。一方で意見を出すときにみんなそうだよねそうだよねっていう風に言ってくれて物事が進んでいったと思うんですね、今回みたいなときに意見を出すからこそこうじゃないっていう通す前提のものではなくて、案を出しやすくしてあげるチーム全体として、そうすると議論が深まっていきやすいとか、これってどうなんだっけっていうのがなかったんですね、チームの中で。より意見を出すタイプだからこそそういう意識するとよりチームとしてのパフォーマンスを上げやすくなるんじゃないかなという風に思いました。ひなさんのまず最初にすごくいいなと思ったのが、最初に声を出して笑ったんですね。やっぱりこういうグループディスカッションの場って、すごくみんな緊張しやすいというか、真面目になりやすいっていう風なところがあるんで、はぁって笑って、チームの雰囲気を明るくしてくれていたっていうのが、すごく良かったなと思います。あと、話し始めの時に、最初に共通点を見つけなきゃねっていうところの、一番の一部を聞いたのが、なんでこの3つになってるんだっけっていう風な共通点探しっていうところに、スタートを出してから入ってくれたっていうのは、すごい良かったなっていう風に思いました。最後に感想をいただいてもよろしいでしょうか。すごく明るい人がいっぱいいたので、こういう人たちとグループディスカッションしていきたいってシンプルに自分は思ったので、この動画すごく参考になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。私実は今日初めて話させていただいたんですけど、最初にその協調性を見ているっていうのがあったので、協調性を意識しすぎてしまっていいねいいねって思ってしまったんですけど、面接官の方がどういうところを見ているかっていうのも今日学べたので、すごく勉強になりました。塾とずれてきてしまった時に塾を修正するっていうような声かけっていうのがやっぱりなかなかできなくて、今後直していきたいなっていうふうには思っております。オフラインで実際にこうやって対面でやったのが初めてだったので、オンラインとは違う見方であったり視点が学べたのかなって思います。企業によって採用基準とか評価基準は違うと思うんですけども、今の岡本さんのフィードバックであったりとか、ネットにおいてこれからの就職活動を皆さんに頑張っていただけたらなと思います。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。